マスオロタリークラブ文化スポーツ大賞受賞おめでとうございます。優秀賞奨励賞の皆さんが本日おいでいただいています。本日の表彰式には、マスオ市長本郷谷健二さん、マスオ市議会議長宮間義和さん、そして教育委員会の教育長伊藤純一様がお見えでございます。本日は本当にお忙しい。部活動には人を育てる力がある、そして生きる力を与えてくれる、こんなようなことがよく言われております。人間ってね、一つのことにね一生懸命やったら必ずそれだけじゃなくて他のことをやってもね絶対、成功する、またうまくいく、こんなふうに思っています。スポーツやったりあるいは音楽やったりいろんなところに一生懸命、頑張ってるということはね、それは自分自身にとって非常に大きな財産を作ってるっていうふうに思っていただければな、こんなふうに思います。そういう意味で一生懸命頑張って将来いろんなところでまた活躍していただければな、こんなふうに思っております。それだけ皆様方はご自身の努力もさることながら先生の熱意あるいは学校の協力、さらには一番ご家族が何よりも増して親身になって皆様方を支えてください。そういうようなそれぞれのが絆が手を結んだ形の中で今日の栄えある表彰があるんではないかなと。先生は何とお願いください。聖徳大学附属女子高等学校書道部は第58回全国書道展団体の外務大臣賞を受賞したほか、第40回東京学芸大学全国書道展でも最優秀団体賞を受賞した活躍が評価されました。小田会長から記念の盾と副賞の目録が贈られます。副賞として書道用下敷き大門線が贈られます。パネルをバックに写真撮影を行います。この度のマツドロータリークラブ文化スポーツ大賞に私たち書道部をご推挙賜り大変嬉しく思っております。私たちは中高生合わせて8名で一人一人が目標に向かい納得いくまで書き続けるをモットーとし、それぞれが自分らしい書の表現を目指し毎日作品の制作に取り組んでいます。日々の活動では日本や中国の書の名品を徹底的に臨書し編成を重ね自分の実力を高めています。今年も夏休みには本学園の山中湖の施設で教科合宿などを行い、その成果を全国規模の展覧会に出品してまいりました。おかげさまで外務大臣表彰や書き初め展での千葉県知事賞の連続受賞など多くの場面で高い評価をいただきました。さらにこの度の選考では私たちの活動を高く評価いただき大きな喜びと大きな励みを得ることができました。日頃大きな書道の作品を制作する際には大きな門戦が必要でしたので、この度の受賞でいただきました高価な大きな門戦をこれからは思う存分活用し、これまで以上の取り組みをしていきたいと部員一同決意しております。本日の受賞を心の支えにし、これからはもっと頑張ってまいります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは拍手をお願いします。お講談ください。高等学校バトン部、はい、生徒の皆さん、校長先生、顧問の先生は壇上にお願いください。生徒大学附属女子高等学校バトン部は千葉県大会関東大会で金賞獲得、第44回バトントワーリング全国大会で金賞
受賞した活躍が評価されました。小田会長から記念のパネと副賞の目録が贈られます。アメリカバックに写真撮影を行います。それでは相澤ベイナさん、スピーチをお願いします。本日はこのような輝かしい賞をいただきありがとうございます。このような賞をいただけたのも、厳しくも愛情のこもったご指導してくださった先生方、コーチの方、いつもおそばで見守ってくれる家族や友人のおかげです。このような多くの支えがあっていただけたこと、日々の練習ができるという感謝を胸に、今年も全国大会に出場し、パワーアップした演技で観客の人々を喜びと感動を届けられるよう、日々誠心誠意練習に励み頑張ります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。丁寧な拍手をお願いします。今日賞をいただいた皆さん、いただいた人にはいただいた責任が生じます。いいですか。より遠くいろんな人たちの場を経験してですね、君たちの力、君たち自身の力を伸ばすことも大切ですけれども、その力をきちんと後輩に伝える努力もお願いします。そうすることが松戸市の今皆さんが取り組んでいる活動をもっともっと活発にして、より良い教育活動といいますか、文化が作られる源に絶対なってくれると思いますので、よろしくお願いします。